ご覧いただきありがとうございます。鉄道日帰り旅、大宮から土合に向かって、今日は5作目。指曽駅まで撮影を終え、指曽駅の地下ホーム、トンネルの中にあるホームですね、こちら下り線指曽駅発9時50分、土合9時54分着の電車に乗ります。土合駅に着きました。私以外にも2人の方が降りましたね。これやば。Thank you.
ドアイを初めて訪れましたが、同じように初めて訪れる方では注意事項があります。この後合計486段の階段を上らないと駅舎にたどり着きません。ここで一回トイレに行っておいた方がいいと思います。以上です。もともとはここに線路が引かれていて、こちらのホームを使っていたようです。私以外に降りた2人ですね。おそらく学生さんで若いんでしょうね。相当早いです、登るのが。私の場合はここ途中3箇所か4箇所ベンチがあるんですが、2回休憩したかな。そうですね、2回休憩して20分ぐらいかけて登りました。まあ、途中早送りとかの場面もありますが、少しでも雰囲気こんな感じだよっていうのを分かってもらえればいいなと思いますので、極力早送りはしないようにしています。疲れた。155段で休憩。3分20だ3分20。休憩します。ここがほぼ中間265段です。しっかり265段を2回休憩したってことは130段で1回だな。つらいです。でも楽しいです。近づいてきた。あと120段ぐらいか。やった、着いたよ。
よくまあ登ったねこれ。これエスカレーターあったとしたらすごい距離だね。これただで乗り降りできるエスカレーターじゃないよ。はあ、疲れた。めちゃくちゃ凝ってる。天候がいいんだ、これ。普通だよ。これが、なんだかわけわかんない水、三角水だ。三角水じゃない、三角柱だな。これはなんか電車が通った時に、事務所の方に風が行くのを避けてた。理由があるんだよね、ちゃんと。でしょうね。よいしょ。おお、風すごいよ。ここに来たら、急に風が来なくなって。静かに、また階段だよ。階段またありました。なんだよ、ここにも段数書いてんじゃないか。474段だってよ。よいしょ。なんとも言えないところだね、これ。474段。ここまで書いてきちゃって。めっちゃ強いこれ。何事だったの。486段。ここから17メーターとかさ、書いちゃってもう嫌になっちゃってるからね。記念になりましたよ。ここ改札。到着しました。ここで火燃やしたの、ひどいやつがいるよね。みんなの場所さ。
でもなんか開いてそうだね、俺。開いてないや。普通の値段だね。